アクロポリスに立つアテナ・プロマコスの像。アテナ・プロマコスの像は、かつて古代ギリシア時代に、アテナイのアクロポリスに建てられていた、守護女神アテーナーの聖堂像である。彫刻カペーディアスの初期の代表作で、プロピュラヤとパルテノン神殿の間にあり、紀元前456年頃に作られた。マラトンの戦いで、ペルシア軍から奪った、戦利品を用いて作られたと言われているが、 現在残っているのは、基礎の大理石の部分だけである。記録によれば、像の高さは9メートルほどであり、左手に立て、右手に槍を持っていた。その大きさにより、槍の先端や兜の紋章の部分が遠くスニオン、岬からも見えたという。465年に、東ローマ帝国の首都コンスタンティノオープルの皇帝宮殿に移設されるまで、1000年近くにわたり、 アテナイを見下ろす位置に立っていた。なお、十字軍を招き寄せ、コンスタンティノープルが占領される災いの原因となったという迷信から、1205年にアテナプロマコスの像は破壊された。アテナプロマコスの像のレプリカとして信じられているのは、メトロポリタン美術館のアテナエルギン像と、ルーブル美術館のアテナメディチトルソーである。アテナイのアクロポリス内にある。ありがとうございます。